こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。授業をしている中で子供たちに話を聞いてもらいたいとき、どうしていますか？子供たちが作業に集中しているときなど、どうすれば耳を傾けさせられるのかとお悩みの先生もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた子供たちへの話の聞かせ方、ポイントを8つご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子供たちへの話の聞かせ方のポイント。一つ目は、先生が話をしている時に子供たちが喋っていたり聞いていなかったら、無理に話さず先生は話をやめるというもの。子供たち自身に今は聞く時間と気づかせます。投稿者の先生は静かにならなかった時は話を止めることを最初に伝えておき、また聞かないといけない時におしゃべりしている人がいれば、優しく教えてあげてねとも伝えるそうです。二つ目は、先生が話しますと言ったら子供たちは持っているものを置き、先生と視点を合わせるというルールを徹底します。こういったルールを示したら必ず実行しましょう。3つ目は、子供たちが聞く姿勢を作れたら褒めることが大切です。2つ目のルールを守って、子供たちが聞く姿勢を作っていたらすぐに褒めましょう。そうすると他の子供たちも聞く姿勢を作ろうとして先生を見るようになります。4つ目は、先生がどうぞなどの合図をするまで子供たちに活動させないことです。指示の途中で動き出してしまう子どもたちもいるかと思いますが、そうすると大切なことを聞き逃してしまう場合も。理科の実験など危険なこともあるので、ルールを徹底するようにしましょう。5つ目は、指示を出すときは正確に短くすることです。指示が長くなってしまうと子どもたちは先生の伝えたいことがわからなくなり、集中力が切れて話を聞かなくなってしまいます。先生が的確に短く話せるように日頃から意識することが大切だそうです。6つ目は、指示の追加をしないことです。指示がコロコロ変わると混乱を招いてしまいます。ただもちろん、この活動をこのままさせると危険だというような時は、一度手に持っているものを置かせた上で指示出しをします。7つ目は、子供たち同士で指示の確認をさせることです。先生が指示した後、子供たちでペアを作って、先生が出した指示について確認させましょう。伝わっているようで意外と理解できていないという子供たちもいます。子供たち同士で確認することで、全員に指示を理解させることができます。8つ目は、子供たちからの質問を受け付けることです。先生が指示した後で、質問はと声をかけましょう。先生としてはしっかり指示したつもりであっても、抜けてしまっていることもあります。子供たちからは重要な質問が出てきます。また、質問が出るということは、子供たちが話をよく聞いていた証拠です。質問が出た時は褒めてあげるようにしましょう。ただ、伝えたばかりの内容に質問があり、答えすぎていると、しっかり聞かなくても後から聞けばいいや、との発想を生むことがあるため、これには注意も必要とのことです。いかがでしたでしょうか？今回は子供たちへの話の聞かせ方について8つのポイントをご紹介しました。クラスの実情や学校の状況に合わせながら行ってみてください。他にも先生方が意識しているポイントがありましたらコメント欄までお待ちしています。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。